タイトルということで、決勝戦です。すんごい風強いですね、はい、うん、動画の声入ってるかちょっとわかんないですけど、昨日よりだいぶ涼しいんで、環境的にはいいかなと、うん、あまりにも暑かったら携帯高温注意で試合の動画撮れないっていう、逆に良かったかなと思います、はい。まあ、今日ね、決勝戦西おじさんと、レコンさん、西おじさんは前負けてるんで5度目の正直、優勝したいと思います。動画的にはね、負けた方が面白いかもしれないけどあのそんないらないんで、マジで頑張りましょう、頑張りましょう、お願いします、お願いします。さあ、それでは北信越ベテラン決勝戦ですね。ダブルスは僕は4大会連続準優勝中やったかな、これで5回連続の、決勝戦になります。対戦相手が、西おじさんと猫背さんになりますね、はい。対戦は2度目になりますかね。まあ、前回、負けてまして、あの時はあれですね、古谷くんと、組んでて、西尾さんと田野慎吾さんでしたね。なのでこのペアでは初になりますかね。まあ、全日本がね、黒助、一応ね準決勝勝ったので、まあ、確定している状態なので、まあ、僕はプレッシャーから、解放されてる、状態になります。まあ、ただね、やっぱ優勝がねそろそろ欲しいとこなのでね、5度目の正直というところで、まあ、優勝目指して頑張っていきましょうというところで、今01の、ラブヒフティンで僕のサーブになりますね。クロスケナイスボレーですね。さあ、西尾さんのリターン。クロスケがね、この試合前でかなり仕事をしてます。こういう状態のねクロスケはねかなり調子がいいので、こう前でね全部打てるとクロスケも乗っていけるんで、まあ、僕としてはさあファーストサーブをねしっかり今みたいに入れて、まあ、クロスケのアシストをしていきたいところ。さあ 1-1 で猫背さんサーブ。さあ、まあ、猫背さんはねサーブはどっちかっていうと、まあ、苦手になるんですかね、まあ、左利きなんで絶妙なスピードで来るんで、まあ、ちょっと打ちにくいんですけど、まあ、リターン返した後のこのストロークですよね。これが猫背さんのいいところになるんで、まあ、ここをね僕たちとしてはできるだけリターンダッシュをして、まあ、前をねこういう形で取っていきたいところ。さあクロスケカバーに入って、さあスマッシュしっかり決めていきました。さあブレイクのチャンス。さあこれがちょっと抜けてアウトになり40オールってところで、このダブルホルトはラッキーですね。さあ先にブレイクをして 2-1 クロスケサーブ。さあここキープしてね完全に流れに、ね、乗っていきたいところですね。ってところでクロスケのボレーがちょっと暴れてますね。さあラブサーティー、サービスゲームなんでここからですね。さあここちょっと崩されて、さあラブ40ピンチ。さあ1本ラッキーで、さあ1540、これがアウトになり、さあブレイクバックされて 2-2 西尾さんサーブ。さあ試合の流れ的にはちょっとどちらも落ち着いてない状態ですね。クロスケしっかり詰めていく。さあラブサーティーブレイクのチャンス。さあちょっとねこれ微妙な高さ飛んでラッキーでしたね。さ
さあ、フォーティーラブ。さあ、これでブレイクして、さあ、3、2、僕、サーブですね。さあ、ここキープして、しっかり流れに乗っていきたいところで、黒助が一人で遊んでミスト。さあ、まあ、ああいうね、ネットからこのボール、結構ね、難しいですからね。さあ、まあ、ダブルスは、ね、2人でカバーしていくもんなんで、さあ、15オール追いつきました。さあ、これがアウトで、サーティー、15。さあ、ここダブルホルトでちょっと乗り切れてない。さあ、サーティーオール、大事なポイント。クロスケ、セカンド、サーブでポーチいって、チャンバラボレー決まりました。さあ、フォーティー、サーティー。さあ、なんとお返す。クロスケスーパーブロック、これはマジで助かった。さあ 4-2、 さあこの形ですね。ただ西尾さんいいとこいました。以上4試でございます。私としてはね、今の形は良かったんですけどね。さあこの形、この形に持っていきたいんですけど、ちょっとアウトでした。さあこれで15オール。さあ西尾さんが前で動き出すとちょっとと厄介。バックネット裏、東球場では緑色の座席での移動での難しいスマッシュを決めて、さあサーティーオール、セカンドサーブなんでネットを取っていきたい。さあいい形ですが、このローブですね、まあ2人ともね詰めてるんで、まあある程度ローブはね捨ててるんで、あ、こうロブまでね完全に守っちゃうとポジションが後ろになって、今度ね横がねめちゃめちゃ抜かれるんですよね。まあ、だから、まあ、ポイントによってロブを誘ってとか、まあ、何かね、フォーメーション取るときは何か捨てないとダメなんで、まあ、今のロブはねしょうがない感じですね。さあいい形で30-15。ここキープしたいですね。さあここちょっとケア行きすぎて、さあサーティオール。さあクロス系サーティオールでナイスサーブで40-30。さあいい形で決めて、さあ5-3ですね。はよくばブレイクしていきたいところ。さあここサイドアウトになり15ラブ。さあナイスサーブやったんですけどね、クロスケリターンいいですね。さあ15オール。さあいい足元。さあさあ15-30。さあセカンドサーブなんでチャンス。さあここちょっと浮いちゃったですけど返して、これはやりましたね。ちょっと迷いながら打ちました。もう一回足元つないでもよかったですね。サーティオール、お待たせいたしました。さあクロスケもやっちゃいました。さあちょっと流れが悪い。さあ40-30。セカンド田村優也くん。さあこれネットの下通っていきました。さあただワンブレイクしてるので、まあこうキープすればね、あのセット取れるので、ここしっかり行きたいですね。いやごめん。さあ西尾さんにこの辺からねちょっとロブ使われだして、ちょっと僕たちもフォーメーション的にちょっと悩んでる感じですね。風で流されたんですが、なんとか決めて15オール。さあいいサーブが入る。さあクロスケ仕留めて30-15。さあ西尾さんのスーパーキャッチ、30オール。さあロブが来て、さあ崩されました。さあ30-40ピンチ。さ
てところで猫背さんのナイスリターンが来て5-5追いつかれてしまいます。ファールボールにご注意ください。さあこの形はダメですね。ストロークしちゃうとダメですね。さあいいリターン、さあナイスリターンですね。まあリターンもねああいう形で低くちょっと浅めに行くとロブも打ちにくいんで、あれがね深いとねロブ打ちやすいんですよね。さあクロスのリターン中、さあネットかかり、さあヒップ40-15、これはやらかしました。さあこれで5-6です。さあ5-3やったんですけどね。さあ1本目しっかり取っていく、なんとかキープしてタイブレークに持ち込みたい。さあいい形で決めました。さあ30ラブ、さあクロスケナイスサーブから、さあここは西尾さんナイスショーでした。さあ30-15、さあ手所でダブルホルトで30-all。さあいい形で出たんですけどやりましたね。帰ってくると思わなかった。風でねビューって伸びてきたんですよ。ネットや思ったら超えてきて焦りましたね。さあ40-all、さあなんとかキープして、さあタイブレーク、さあ1本目大事。さあこれはラッキーでした。さあ10ってところでダブルフォルト痛すぎる。さあ11、さあ今度はナイスサブ。さあクロスケのスマッシュが決まっていく、あれもね風で伸びてってアウトになりました。さあ2-1、さあこのリターンがアウトになり、さあ2-2、さあ連続ポイントがねお互い取れてないんで、さあナイスキャッチ。なんとかロブ上げるが、西おじさんスマッシュ決めていく。さあ2-3、さあボディーサーブいいところですね。あれがねスライス回転なんでねちょっと打ちづらいんですよね。さあ3-3、さあここネットスレスレ来てミスリー。3-4、なんとか返す。さあこれはラッキー。さあ4-4、さあシーソーゲームってところでこのダブルホルトはでかい。さあ5-4、さあこれもねネットスレスレ来たんですよね。なかなか連続ポイントが取れない。5-5、さあワイドにいいサーブがこれもスレスレ来て、さあ5-6、さあセットポイントしのげるか。さあクロスケナイス、なんとか返す。西森さんもなんとか返す。さあこのロブがこれ決まらないんですが、やってまいりました。私はいアウトでした。全員僕以外3人全員アウトやったなって言ってました、はい、ピタンってあと残ってたんですけど、なんか言うタイミング逃してエンジェルジャッジしてしまいましたね。みんな拾いすぎね。これできてこれねアウトやったんすよ。ただもうスマッシュやから決まる思ったら猫さん絶妙なとこいてこんなとこ帰ってくると思って、これはねやりましたね完全に。
いや、クロスケもね、僕が一番近かったんでアウトって言えないっすよね。いや、もう完全にやったっす。ファーストセット落とします。さあ、最悪な流れで、まあセカンドセットですけど、まあ切り替えてねやっていくしかないんで、さあまずはしっかりキープしていくことが大事ですね。さあ、ラブヒルティ、足元にリターン。さあ、ラブサーティ、いきなりピンチ。さあ、ワイドにサーブで1本返す、フィフティーンサーティ。さあ、センターナイスサーブ。さあ、クロスケナイスボレー。さあ、サーティオール、カウント全部ゲーム競ってますね。さあ、これがアウトになり、サーティーフォーティーピンチ。センターナイスサーブ。さあ、アウトになり、さあ、フォーティーオール、マジで重要。さあ、ここでスーパーリターン来ました。さあ、いきなりブレイクで 0-1 スタート。さあ、なんとか食らいついていきたい。さあ、ボール入ってました。さあ、サーティーラブですね。ベンチなかったらね、返されてましたね。さあ、生かしていきたい。サーティーフィフティーン。さあ、何とか返す。このロブがね、厄介ですね。打ち方がね、マジでどこ来るか分かんないんですよね。さあ、これはラッキー。さあ、サーティー40-30ですね。さあ、ここワイドにナイスサーブで、さあ0-2。さあ、ここキープしないと絶望的ってところでダブルホルト。さあ、ちょっと2人とも集中力が切れてきてるか。さあ、1本取ってフィフティーンオール。さあ、ちょっとまずいですね。さあ、15-30。さあ、これはラッキー。さあ、サーティオール。毎回サーティオールいってんな。さあ、クロスでナイスサーブで、さあ、40-30。さあ、ここ1本でキープしたい。8番、セカンド、宮沢くん。セカンド、宮沢くん。ここがね、西尾さん絶妙なところ出てきますね。さあ、フォーティーオール。さあ、サーブクロスケ勝ち込んで、なんとかキープ、望みをつなぐ 2-1 西尾さんサーブ。さあ、セカンドセットになってくるとね、西尾さんのサーブがね上がってきたんですよ。ファーストはね、確率悪かったんですけどね、こうやってどんどん入れられるとサーブインで結構きついですね。さあ、なんとか返す。さあ、フォーティーラブ。さあ、ここダブルホルトでフォーティーフィフティーン。さあ、これもファーストサーブ。さあ、ボディにサーブきました。さあ、3-1-3ですね。さあ、クロスゲいいとこいました。さあ、フィフティーンラブ。まずリズムを作っていくには、自分たちのサービスゲームをすんなりキープしたいところなんですけどね。さあ、フィフティーンオール。さあ、いいサーブが入る。さあ、クロスゲナイスボレー。さあ、ここ連続ポイント欲しいですね。これ入ってるんですよね。さあ、サティオール。さあ、ちょっとフォーメーションミス。さあ、サーティーフォーティー。さあ、西
黒さんが動いてくる。さあ絶望の2ブレイク1オン。ただここねしっかりブレイクしたいですね。さあこれはラッキーでした。さあラブ15ところで固く行こうとしたところ西尾さん出てきます。さあヒフティンオール。さあこれで30ヒフティン。さあ何と返す。さあなかなか崩せない。40ヒフティン失礼いたしました。5番ライト小林くん。ライト小林くん。さあここはナイスリターンで、さあ40 30。さあキープされて、5-1-5ですね。さあだいぶやばい。なんとか5をキープしてね次のゲームに1本ずつ繋いでいくしかないんで。このロブが入ってるんです。風で伸びていって、さあラブ30。さあなんとか1本取って15-30。さあこれはナイスボレーですね。かなり難しいボレーやったんですけどね。西尾さんも前でプレッシャーかけてたんで。さあこれで40-30。さあなんとかキープして、さあ25。さあ1本ずつ返していきたい。ところでナイスサーブ、なんとかロブで返す。さあちょっとボレーが浮きました。さあギフティンラブ。さあナイスサーブでしたね。さあサーティーラブ。さあこれもファーストサーブ。さあちょっとロブが浅い。さあ絶望のトリプルマッチポイント。さあ最後これがアウトになり、6-7-2-6と、5大会連続準優勝になりますね。はい、シルバーコレクター卒業ならずというところで、はい、まあね黒助がね、まあ、全日本行けたんで、まあ、最低限は良かったかなと思いますが、全日本で初優勝を目指して頑張りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。それではエンディングの方行きましょう。あれ、お疲れ様です。ありがとうございます。どうでした？どうでした？よしよしよまた優勝と、おめでとうございます。ファイナリストと、ファイナリストとね、いいのはウィナーなんですけどね。うん、準優勝好きですね。いややね5大会連続の準優勝と、うん、まあでもね次全日本もありますから、そこで優勝したらね全部優勝や。ウコンさんも言ってたんですけど、全日本が本戦やと。そう、それまでは全部予選って言ってるんで、うん、本戦で、まあ、優勝したら、うん、動画的にもかっこいいかなと思いますんで。まあ、北信越は、まあ、黒助を全日本にとりあえず連れていくことが任務だったんで。ありがとうな。いや、よかったよかった。うん、今から5時間運転よろしくな。試合中にね、電気走ってたんですよ。ちょっと腰1個だけで帰るんで、うん、まあもうね、そこも含めての試合ですからね。
はい、うん、まあ無事頑張って帰りたいと思いますので、応援してくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。温泉入って帰ろう。温泉入って帰ろう。はい、うん、またじゃあ。